はい、今回はですね、環境注意ですね、俗に言うティア2ってやつです、の紹介をしていこうと思います。それでは順番に行きましょう。まず、赤黒バスターですね。バスターの中でも、革命の鉄拳とか GWD、ジャックアルカディアス、メガマグマドラゴンとかいった、除去札の多さがですね、他のバスターに比べて群を抜いてます。そのため、環境にはびこってるジョーカーズとかに対して比較的優位に立ち回りやすいですね。防御面に関しても、ボルシャックドギラゴンと革命の鉄拳という手厚いカゴもありますので、ドルガンチュリスから最速バスターっていうプランと、あとカウンターですね。相手の攻撃に対してボルドギ合わせて、開始のターン、そこからバスターにチェンジして殴り切りに行くパターンの2通りの攻め方を取ることができます。攻守ともに結構優れてる上に、割と使いやすいところがありますので、初心者から中級者の方にもおすすめです。というわけで、まあ下になんか星印ありますけど、アタック、ディフェンス、スピード、スタミナ、インテリジェンスですね。攻撃力、防御力、スピード、スタミナ、まあ、賢さ。まあ、これはあれですね。デッキの使用難易度を表します。はい、次、ドロマンハンデスです。前回、青黒ハンデスとのなんか比較みたいなことをやったと思うんですけど、やっぱ青黒ハンデスと対をなす存在ということで、こちらのメリットはやっぱ白が入ってる分、環境に対して様々なメタを詰めることですね。オリオティスジャッジとか、天使と悪魔の墳墓とか、そんなやつです。その反面ですね、枚数があんまり詰めないので、求められる構築とかプレイング難易度はやっぱり青黒ハンデスより高いように感じます。またですね、現環境 4×10 に近い構築っていうのが結構増えてるんですよ。ゲーレ・ベスパー、ジョーカーズ、バイク、ジャバランガ、バスターとか。なので、天使と悪魔の墳墓の通りは比較的いいかなと思います。で、あと、ハンデス自体今あんまりメタの対象になってないので、デッキタイプとしては結構おすすめです。はい、次、青黒ハンデスですね。こちらもまあ、ドロマンハンデスと対をなす存在ということで、こっちのメリットはやっぱ安定感ですね。白入ってない分、まあ、マナの色事故とかも起きにくいですし、3、4枚採用できるカードの種類も多いので、まあ、比較的安定感のあるプレイができます。またですね、最近ジョーカーズのボス増加によってですね、メタとして悲しみドミノが採用された方が増えています。で、これのおかげでジョーカーズに対しても安定した勝率を叩き出しやすいですね。ただ、現環境においてなんでジョーカーズが悲しみドミノに対して弱いかっていうと、ヘリコプターがいるせいなんですよ。あいつがパワー1000だから連鎖的に1000、2000、3000で破壊されちゃうんですけど、なんか診断でですね、ちょっとやばいカードが出るらしくて、なんか、5マナ4000で確定3ドローみたいな、ふざけた能力してるやつが出るらしいんですけど、これが採用されると悲しみドミノどうなんだろうって感じはします。まあ、今の段階ではこっちはこっちでおすすめです。はい、次、ドロマーロージャーですね。青白ロージャーっていうデッキタイプもあるんですけど、個人的には圧倒的にドロマーロージャーの方が強いと思います。まあ、デッキの特性上基本カードパワーが高くて、息切れしづらいのがポイントですね。まあ、なので、ぶっちゃけ雑に殴っても勝てる試合も多いです。ただですね、ちゃんと詰めようと思ったらかなり練習必要になりますね。その、どのタイミングで12を出すべきかとか、ここはサッパークを出すべきなのか、エメラルーダを出すべきなのかとか、結構考えることは多いです。ただ、プレイングさえ詰めれば、このデッキはかなり強いと思ってますので、個人的には一押しのデッキです。はい、次、ドルマゲドンですね。一時期、ドギラゴンバスターの大流行によって姿完全に逃げてたんですけど、ジョーカーズ復活したので、環境に戻ってきそうなデッキということで、ティア2に名前挙げさせていただきました。赤黒敗者とも呼ばれてますね。まあ、ぶっちゃけドギラゴンバスターに対しても、ブラックアウトされて札にあればなんとかなるケースも多いです。で、コントロール系のデッキですね。まあ、さっき言ったロージアとか、あと最近だと穴からシャコガエルみたいなデッキタイプもあるんですけど、ああいうデッキに対しても、タイガニトロさえあれば、かなり、安定した勝率を叩き出すことができます。現状の課題が、まあ、ちょっとデスザークが重たいかなと思ってるんですけど、まあ、毎ターン墓地からドル墓場さえ出してしまえば、最終的にドルマゲドンの解放までいけるので、まあ、ワンチャンあるかなとは思います。はい、後日レシピ上げる予定です。で、次、赤白バイクですね。ジャミングチャフの登場によって呪文が強いデッキに対して明確な勝ち筋を得てます。まあ、要は、盤面並べてジャミングチャフ打ってフルパンで勝ちっていう流れですね。このジャミングチャフってミクセルとして使ったら、まあ、バスターメタれるので、本当に強いですよね、このガード。あと GWD 最近入ってるんですけど、こいつのおかげでジョーカーズに対しても有利がつくようになってます。あと、診断でザバイクとかいう意味わかんないカードも出るので、強化確定してる点もポイント高いですね。はい、次、ジャバランガループですね。ループ手順を覚えるまで猛烈にだるいんですけど、一度覚えてしまったらとっても扱いやすいです。なんかこのデッキパズル解いてる気分になるんですよね。で、最近ですね、ブライゼナーガを搭載するのが多くなってて、パイレーツチャージャーからブライゼナーガに繋げることによって最速5ターンで蹴りつけることができます。まあ、正直、シールドトリガー次第では相手のバトルゾーンに洗脳がいても、洗脳除去にながらスカルベントガレスみたいなムーブもできますので、かなり強いです。というわけで以上、ティア2編でした。次回ティア3ですね、環境下位についての紹介になります。